まで100キロ、国道45、少し前に八戸を出ました、大間に向かいます。150キロ、大きな町通らないので、走りやすい道になります。今9時40分ですので、昼1時か2時かどっかその辺で着くかなと思うので、北海道に渡ることになると思います。途中で曲がれば十和田湖の方とか、八甲田の方とか行けます。はい、そんなことで、大間に向かっています。